ヌーロサウルスは白秋前期に生息していた草食恐竜でアジア最大級の竜脚類である。推定体長は約25メートル。発見後しばらくはヌオエロサウルスという名前で知られていたが、現在の故障はヌーロサウルスである。名称改変の理由は口述する。ただし、名称は発表されたが、肝心の記載論文はまだ発表されていないで、 どちらも正式な学名ではない。ヌーロサウルスの化石は1985年中国内蒙古寺地区のチャガンノールで発見された。発見された化石は全身骨格の70%にあたる。頭骨については後頭部と歯だけが見つかったが、歯の形状の比較からカマラサウルスに似ていたと推定されている。チャガンノールという地名は中国語では サカンウベナンジと書く。発見地にちなんで、中国ではこの恐竜をウベシカリュウと呼ぶ。このウベナンジの北京緩和の発音をローマ字で書くとヌ・ーアールとなる。また、サカンの普通話の発音はチャガンである。これが旧称ヌオイロサウルスチャガネンシスの由来であり、1991年まではこのスペリングの方が普通だった。しかしながら、 現地のモンゴル語のチャガンノールをわざわざ菅民族風に名まった上でローマ字化するのは菅民族中心主義であるという批判もあった。そのため1992年以降この恐竜の学名はモンゴル語の発音により近い形でノールのトカゲのイのヌーロサウルスとなり首相名のスペリングもカゲネンシスと変更された。実際の命名は 記載論文の発表を待つことになる。ただし、日本やアメリカなど外国では、今でもヌゴエロサウルスという旧称をそのまま使ってしまっているケースも多い。ありがとうございます。